オスカープロモーション公式 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、船岡咲です。はい、この度私の初めてだと思います、初めてのファンイベントが開催されることになりました。はい、それでですね、イベントの内容が決まったのでちょっと紹介させていただきたいと思います。いよ、じゃーん、こんな感じで、なんと1部、2部、3部というまさかの1日3部制ということで、もう内容盛りだくさんなんですけども、はい、まずはですね、1部ハロウィンパーティーなんですけど、なんか1部はですね、割とこう初めましての人とか女の子とか、普段あんまり私に会ったことないなみたいな方でも気軽に来られるような内容にしたいなっていう風にお話をしてですね、ハロウィンパーティーということで、あの仮装をしても OK だし、あの軽いご飯とか飲み物とかも用意されているので、あの結構ワイワイガヤガヤアットホームな感じのイベントになるのが多分一部かなって思います。あとはあの、私普段人の前で歌を歌うことがないんですけど、一部の会場が渋谷のジージさんっていうところで、ライブハウスとかの設備もあるところらしいので、なんと歌を歌っちゃうみたいです。イエーイ。まあ何の歌を歌うかはあの、まあ、当日までに決めろということなのでまだ決めてないんですけど、もし何か歌ってほしい歌があったら、まあツイッターとかに書いていただけたら歌いますっていう感じで、結構ざっくりな感じなんですけど、まあ、あの気軽に皆さんぜひ来てほしいなっていうのが一部です。あと次、2部ディナー&仲良し会、イエーイ。2部はですね、会場が渋谷の居酒屋ポンゾーさん、ポンゾー酒場さんっていうところで、あのなんと卓球台があって、卓球台があるんですよ。で、卓球台の他にもなんかダーツとか、ダーツやらないかもしれないんですけど、ダーツとかスーパーファミコンとか、こう結構遊ぶ道具がたくさんあるところらしくて、あの2部のコンセプトはですね、仲良くなろうっていうことなので、そういうゲームとかを通して、あの皆さんと距離をもっともっと近くというコンセプトでお送りします。っていうのが2部です。2部は私のお友達が MC をしてくれるので、1部よりは2部の方がちゃんとしたイベント形式な感じで、2部もご飯とか食べ物、あの一応ディナーってなってるので、皆さんまあまあ美味しいご飯が食べれるので、一緒にご飯を食べたりとか、あとはあの何でしたっけ、オークションがあるらしくて、私の私物をたくさん、私はもう家に段ボールで置いてあるので、そういうのを出したりとか、あとはですね、私の意外な特技、お裁縫ということで、お裁縫をですね、こんな感じで、めちゃくちゃそっくりですよね。これの私なんですけど、自分で作った船岡人形、まあこれも何らかの形で皆さんはゲットできると思うので、なんかこういうのもお楽しみに、ぜひ遊びに来ていただけたらと思います。が2部でした。そして3部、こんな前代未聞ですよね、リムジンデート。リムジンデートですよ。いや、リムジンってあの長い車乗ったことありますか？ないですよね。私もないんですけど、なんかあの3部はですね、ちょっとプレミア的な内容がいいなっていうことでお話ししたら、リムジンデートに決まりました。リムジンデートはですね、車に乗れる人数が限られているので、本当に5、6人とか結構限られた人数になるんですけど、2部の
中でオークションがあって、そこで3部のリムジンに乗れる権利がゲットできるらしいので、あのどうなるか、誰が乗れるのか私もまだわからないんですけど、ぜひ東京の街をぐるりと一周するらしいので、しかも夜8時半から10時っていう割と遅い時間なので、なんか船岡とデートしたいなっていう気持ちの方はぜひ3部もご参加いただけたら嬉しいです。という感じで1、2、3部船岡のファンイベント、こんな感じです。イエーイはい、あとですね、こちらイベント限定オリジナルグッズ販売ということで、なんかイベントでやりたいことあるって聞かれて、なんか私はグッズを販売したりとか、なんかアイドルさんがやってるようなのに憧れてたので、ぜひイベントでグッズを販売したいって言ったら、じゃあデザインもしちゃってよって言われたので、なんとオリジナルデザイン T シャツを販売させていただくことになりました。デザインはなかなか大変で、デザインしたいって言ったもののなかなかデザインが決まらなかったんですけど、ちゃんと可愛いのに決まって、男性でも女性でもなんと普段でも着れちゃうような割とデザイン性のあるおしゃれな T シャツになりましたので、こちらも数が限定なんですけど、ぜひ皆さんゲットして私とお揃いにしましょう。あとはですね、限定のブロマイドも販売されたり、あとはデザイン缶バッジも販売されるので、そういうグッズもぜひチェックしてください。ということで船岡のファンイベント、本当になかなかない機会だし、後にも先にももうあるかわからない、私デザインの全部デザインした私プロデュースのファンイベントなので、ぜひたくさんの方に来ていただきたいなって思っているので、皆さんぜひ遊びに来てください。それではありがとうございました。船岡咲でした。